し。はい、皆さんおはようございます。いやー解放された。今ね、ずっと昨日開設した新しいチャンネルの運転動画を撮ってました。広島東からずっと今までね、高谷ジャンクションまでずっと無言で運転してきました。いやーしんどかった、しんどかったけどね、やっぱりね、あれもこれまで やりたかった動画なんですよ。ずっと黙ったまんまね、運転シーンだけ流すっていう、そういう動画ちょっとやりたかったんで、はい、よかったです。まあ、最初頃ジーコチャンネル始めた頃もあんな感じで、運転シーンだけで、まあ、BGM つけたりしょったんですけど、やりょったんですよね。はい、それをまあね、それがいつの間にかね、こんなに喋るようになっちゃってね、本当。まあ、これが今のジーコチャンネルになったんですけども、こんな感じでね、はい、まあでも新しく、2トン車で安全運転ということでね、そういうチャンネルを、開設しましたが、一晩でどうでしょうか、100人ちょっとの方、はい、登録していただきました、ありがとうございます。まあ、多分おそらく、この100数名の方はジーコチャンネルをね、普段から見てくださってる方だと思います。はい、昨日出した、動画から登録していただいた方だと思います。はい、もう本当ね、このサブチャンネルじゃないわ、サブチャンネルじゃないよ、これはこれとしてちゃんとチャンネルなんだけど、2トン車で安全運転っていうチャンネルは、まあ本当僕がやりたかったことなんでね、別にそんな、登録者数とかね、再生回数とかね、そういったものには、まあ、こだわらずやっていこうかなと思っております。はい、マニアックな方向けなんで本当に、うん、まあ、僕も結局そんなね、最初から最後までは見んけど、やっぱり見たくなるのってね、トラックの運転風景なんですね。そう、アメリカ USA トラック野郎さんとかね、ゴートさんとかね、あと、トレーラーの YouTuber さんもね、たくさん いらっしゃいますよね、運転シーンをね上げてる方が、まあ、テロップなんか入れたりしながら、いや、ね、楽しく面白くやられてる方もいますけど、はい、もう私はもう本当に無音でテロップもなしで BGM もなしでね、やっていこうと思ってます。はい、だからまたね、この動画にも概要欄にリンク貼っとくんで、まあ興味のある方は、まあ、2トンの運転風景ですけどね、2トンの車窓ですけど、はい、チャンネル登録してから見てみてください。チャンネル登録してからって夜じゃないかってね、うん、見てやってください。はい、撮るのが楽しいんですよ。そうで、僕自身もね、安全運転になるしね、いいんですよ。はい、相乗効果でやっていこうと思います。その運転動画をね、こう黙ってずっと集中して撮るでしょう。するとね、まあこうなるべく左右にこう振られないように集中して、まあ、運転するわけです。まあ、僕だったら高速道路だったらね、まあ、僕がこの車幅の道路幅の真ん中を走るようにこうポジショニング取って走ってるんですけど、そう、まあ、ここはね、自動車専用道路、東広島呉道路なんで、若干高速道路より道幅狭いんですけど、真ん中走ったらね、かなりちょっと左に寄るんですけど、高速道路だったら本当僕はこの真ん中走るぐらいで、まあ、ちょうどいいぐらいかなって思いながら集中して走るんですけど、まあ、そうやるったらね、本当これ大型の運転手さんってトラックも道幅いっぱいじゃないですか。
だからもう、こう景色とか見ながらこう走りよったら、すぐこう逸脱するだろうなと思って、この一般道とかだったら特にね、そう、そういうことをね、思いながらね、さっき、ずっとね、走ってました。まあ、本当ね、高速道路はまだちょっと広いけんいいけど、ここら辺はね、広いですね。まあ、2車線だからかな。2車線じゃけ広いかな。多分1車線になると、またちょっと若干、狭くなるのかな。うん、まあ、いろいろね、そういう発見というかね、そういう気づきがあってね、あ、楽しいなって、やっぱ運転楽しいなって思いながら運転してました。あ、やっぱね、こんな感じで狭くなるよね、ちょっと。まあ、基本的にはキープレフトって言いますもんね、左側、第一走行帯走るときはね。そうそう、いや、まあ楽しいですよ。はい、ほんでね、今日は朝一は黒瀬の方に向かってます。でもね、時間指定が10時なんですよ。今8時51分、もうあと10分ぐらい走らせたら現場付近まで行くので、ね、まあ、ちょっと現場付近で、広いところで待機して時間潰そうと思います。広島市黒瀬町のあたりまでやってきました。あら、なんか稲穂が倒れとるな。さあ、もうすぐ、時間調整する待機場所へ着きます。まあ、僕いつもここの現場来るときはね、あの時間調整っていうか、現場入るまで時間があるときはいつもここで止まって休憩、時間調整してますっていう場所ですね。この橋を渡った先、またあと1時間あるけんね。まあ、またね、事務所からもしかしたら連絡入るかもしれんので、早めに入ってもいいよっていうことでね、そういう時間変更があるかもしれないんで、そこに備えるためにね、ここのね、右側へ私はいつも止まってるんです。もう右はなんか、あの、もうあぜ道っていうか、アスファルトの道じゃなくなるとこなんで、土手筋が、車も全然走ってこないんで、もちろん駐禁でもないし、ここは。俺この予備車のウィンカーの音好きなんよね、ハザードの音。マニアックすぎる。よっしゃ。この音、いい音でしょう。よし、ちょっと窓開けて。そんなに暑くないよ、言うて。あ、虫の音がいいね。虫の音がいい感じですよ。なんかね、ほんまね、今年は全然蛇を見ませんね。あの、この間のね、コメントでいただきましたけど、暑いけ蛇も出ませんよって、涼しくならにゃね。まあ朝のうちか夜か知らんけど。この向こうへね、新幹線のトンネルがあるんで、うわ、走ってった。すごい音じゃね。あー、なんかすごいね。稲も生えとりゃ、なんかあれは何なんだろう。ネギじゃないよね、まさか。田んぼにネギなんかならんよね。これは何の川なのかいね。ここ、この間もね、前も撮ったことあるんだけど、あ、宗近橋。宗近橋ですね。宗近、柳国。車なんかほとんど走りませんから、走ってませんから。
あ、これ、あ、白鳥が飛び立っていった。のどかなとこやね、ほんとね。あら、ゴミが落ちとる。やっぱセミ鳴きおるけどさ、なんか昔ほどセミ鳴いてないよね。やっぱセミもちょっと暑すぎてからやれんのんかな。鳴いてないよね、ほとんどセミが。よいしょ、シャン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 。これね、ダッシュボードの上にね、吸盤がね、つかんのんですよね。ハロー YouTube。 こうやってなんかで固定しとかね、こうやってね。だいぶ髪も伸びたしね、三河健一みたいになりおるわ。いや、ほんまエンジンかけてなくてもこれぐらいだったらしのげるなっていうような暑さですね。ちょっと蒸し暑いけど、昨日の夜中雨降っとって、今朝もちょろっと雨残っとって、今どんより曇っとるし、ちょっと蒸し暑いけど、でも太陽出てない分やっぱり、うん。で、この台風が最近来たじゃないですか。あれで海水の温度が下がっとんだって、かき回されて。そうみたいですよ。うん、まあ台風の被害を受けた地域の方は本当大変だったと思いますけど、そう、それで一瞬ちょっと気温が下がっとるんかな。でも福岡とかのあの辺は30、今日も37度予報だったし、広島も34度だったかな。まだまだ暑いですね。蒸し暑いのが一番こたえるよね、体にね。北海道の方は、札幌の方とか、あっちは21度とかあんな感じでしたけどね。あ、やっぱ涼しいなと思って、一番いいよね、20度ぐらいが。うん、日報書いたりしようかね。もうなんかそのジーコチャンネルで運転シーンっていうのを、運転シーンばっかりっていうのをね、気にしなくて良くなったのが、はい、結構楽になりましたね。うん、でもチャンネル名もうちょっと考えればよかったな。2トンの車窓とかね、そういうのにすればよかったかな。二トン車で安全運転って硬いね、ちょっとね。二トンの車窓からとか、二トンの車窓でよかったかもしれない。うん、はい、時刻が10時34分です。折り返しになりました。はい。今上見長の処分場へ行って、はい、折り返し、もう一回ね、黒瀬の現場に戻ります。そう、今ね、処分場の事務員さんに言われました。エアコン壊れちゃったんですね。ああ、そうなんですよって、まだ治ってきちゃってないんですねって言われて、そうなんですよつって。多分ね、エアコンはもう直っとると思うんですけど、クラッチよね。やっぱり俺、クラッチのなんか5速から4速に落とすときに、そう、5速から落とすのにクラッチ踏んで4速に入れました。で、繋ぐときにクラッチ離すときになんかすごいね、被るような音がしよったんですよね。それがクラッチから来るものなのか、エンジンなのか。でも3から4に落とすときとか、6から5に落とすときはそんな異音はしなかったんですよ。だから多分クラッチから
が来てる音だと思った、異音だと思ったんですけどね。それで一応今そこも見てくださいっていうことで修理工場の方にお願いしたんですけど、多分それで長引いとるんだと思うんですよね。エアコンだけだったらもう多分 G5 号は帰ってきとるんで、何が原因だったんかなってそう思ってます。クラッチなのか何なのか。まあどうしてもね、さっきスマホで調べたらやっぱあの辺りは消耗品なんで、経年劣化、やっぱメンテナンスとかも必要になるし、経年劣化でやっぱり部品買いにはいけなくなるみたいなことも書かれてましたけど、まあ非常に重要な部分なんでね、クラッチっていうのは。まあ全てが重要ですけども、そうそう、やっぱり自分のこの運転手の癖とかもあるだろうしね、やっぱクラッチつなぐ時のね、まあ、僕はハンクラはね、もうよほどのことがない限り使ってないで、もちろんねクラッチペダルから足も離して運転しおるし、そう、あれたまになんかクラッチをクラッチペダルに置いたまんま運転する人がおるみたいですね、うん、逆にそっちの方が難しいじゃろうにって思うんですけど、クラッチはね、本当難しいよね。人それぞれのその癖がもろに出るでしょうから、何年もねずっと同じ人が運転しよったらその人の癖がついてしまうんでしょうから、今22万ちょい走っとんかな G5 号は、5年目ぐらいですけども、まあ原因突き止めてもらって治って帰ってきてくれることを願ってますけど、どうなるか分かりませんね。全く連絡も何もないしね。まあ、その点このダンプは本当異音がありませんね。エンジンからも異音がないし、クラッチも異音ないし、絶好調ですよ。36万6000キロ走ったこの予備車、ちょっとクッションが悪い、クッションが悪いっていうか、めちゃくちゃ跳ねるけどね、もうやばいぐらい跳ねるからね、これ。そう、ほらこれでもすごい跳ねてますからね今目線が5センチから10センチぐらい上下しますから、腰にすごく負担かかりますけど、まあクーラーは効くし、ね、いいですよ。ちょっとこういう段差のところだけ気をつけて走れば何の問題もありません。しょっちゅうこの辺に置いてあるものが全部ひっくり返ったりしますけどね、油断してたらね、油断してちょっとした段差にそのままのスピードで突っ込むとね、全部ひっくり返りますから。はいはい、まあそんな感じでクラッチね、ちょっとどうなるか分かりませんが、はい、異音がなくなることを願いながら、はい、今日の動画はこの辺りで終わろうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また明日。